無事なの？本当に間に合ってよかったです。うん、よかった。でもそれにしてはキリト君、あまり浮かない顔しているね。アップデートによるデータの上書き。ユイちゃん、そんなことは可能なの？団長はもういないのにそんなことができるなんて。パパのお話を聞く限りないとは言い切れません。実際にホローエリアで審査されたデータがアインクラッドに実装され使用可能となっています。もちろん必要以上のデータ改変がないようリミッターはあるはずですが、それが作動しない可能性があります。そして推測ですが、このアップデートは実施されればかなり危険です。はい、規模、データ量は全く異なりますが、ホローエリアは本来アインクラッドと対をなす未接続のミラーサーバーのようなものだと推測されます。このようなエリアはまだ点在すると思われますが、75層のクリア時にこのアインクラッドとホローエリアのみ接続され開示された可能性が高いです。本来ホローエリアのみに存在する AI データの ID がアップデートの上書きによりメインとなってしまうようなことがあれば、ホローエリアで起きたことと逆の現象がアインクラッドで起こる可能性があります。そうです、おそらくプレイヤー ID が削除された上で同じ ID のホローデータがアインクラッドに実装されます。プレイヤーが生存しているという情報は維持されるので死亡扱いにはならないと思いますが、想定される最悪なケースとしてはこちらの状況の方が深刻です。先ほどにもあったようにID の重複チェックシステムの認識が逆に働いてしまい、それを修復しなければならないエラーとして認識してしまうケースです。はい、本来アインクラッドにはホローデータが存在しません。アップデート終了後、カーディナルシステムが大量のエラー修復のためプレイヤーのホローデータを作成し上書きしてアインクラッドに実装してしまう可能性があります。あくまでもこの状況下における実際にアップデートされるまでこの推測が正しいかお答えできません。ゆいちゃん、ありがとう。なら私たちがやることは一つね。うん、絶対に。パパ、ママ、二人とも同じ顔してます。はい、すっごく頑張ろうっていうお顔です。うん、だって私はキリト君とユイちゃんと現実世界に帰るって決めてるから。今プーのプレイヤーデータを参照しているところなのですが、
からプーはパパを罠に陥れた後、大行動の次のエリアに進んだようですね。いえ、プーは次のエリアに行った後、寄り道せずにボスへ挑戦しています。そしてボスを倒した後、管理区に移動して、その後はフィリアさんがいた場所へまっすぐ向かったようです。もしかしたら高位ユーザー権限を使ってプーが隠蔽をしていたのかもしれません。はい、パパ、すぐに向かいましょう。あ、キリタ、あれ、その女の子は？もしかしてその子がユイちゃん？はじめまして、フィリアさん。ユイちゃんがいろいろ調べてくれて私を助けてくれたんだよね。え、そうなんだ。いろいろありがとうね。私もみんなもフィリアさんがアインクラッドに戻れると信じています。必ず向こうへ帰りましょう。そう言ってもらえて勇気が出てきちゃった。絶対帰ってみせるね。一見すると特に。じゃあここには手がかりはないのかな。あ、ちょっと待ってください。コンソールメニューの深い場所に管理区の地下に関する項目が出現しています。はい、中央管理コンソールは管理区の地下の最上部に設置されているようです。本当に？やはりプーが高位ユーザー権限を使って隠していたのかもしれません。じゃあプーがいなくなったからその項目が復活したのかな。その可能性が高いと思います。あ、パパ、すみませんが話にはまだ続きがあります。管理区の地下に入るにはある条件が必要なんです。実はこのホロエリアの全エリアのボスを倒さないと入ることができないんです。はい、プーも全エリアボスを倒してから中央管理コンソールへ向かったようですし、抜け道はないと思います。でも管理区の地下に中央管理コンソールがあるって分かったし、そこへの行き方も分かったんだから大きな前進だよ。うん、頑張ろうね、キリト。
あんたがこうやって呼び出すということはかなりの大事件なのね。例のホロエリアについて。何が起きるの？アップデート？何ですか？何がアップデートされるのかな？確かに、どこにいてもデータを上書きされたらおしまいね。ということは、止める方法がキリト君には分かっているの？それなら、まだ可能性はあるのね。やるしかないわね。やらなければ終わりなんだから。私にできることがあったら何でも言ってよ、キリト君。はい、オレンジギルドの人なんかに負けません。キリトさんがいればきっと大丈夫です。武器や防具はしっかりメンテしてよね。出かける前には必ずうちの店に顔を出すこと。それと他の人にはどうするの？そういえばずっと気になってたんだけど、アスナはどこに行ったのよ。ずっと姿が見えないけど。ちょうどお話も終わった頃かな、キリト君。システム的にはノーです、パパ。ただ、もし可能性があるとすれば、感情データが AI に影響を与えているパターンです。や運動に関する信号だけでなく、感情も読み取ることが可能です。その感情データはカーディナルシステムが常にモニタリングしています。私は本来そのモニタリングデータをもとにプレイヤーのメンタルケアを行う存在でした。信号を発したプレイヤー ID はもちろん、発生した時間や場所、その時保持していたアイテムに至るまでカーディナルシステムのモニタリングは行われています。さすがパパですね。私が言いたかったのもそのことです。
収集される感情データの多くは恐怖や悲しみなどの負の感情でしたが、中にはパパとママのように安らぎや喜びなどの特別な感情も存在することが確認できます。そして時には予想もしない感情データも。少しはお役に立てましたでしょうか、パパ。
Thank you.
よし。ダンジョン、一見何でもないように見えるけど、なんだか妙な気配を感じる。昔俺のすぐ近くにいたような。いや、でもそんなはずがない。だって目の前で彼女は、俺は救えなかったんだ。